ちょっとね、足元はあんまり良くないですね。これなんですけど、いつもね、僕足の、幅広で高高、典型的な日本人の足型なんで、海外のですね、スカルパとかですね、スポルティバとか、ああいうかっこいいやつ履けないんですよね。こういった山では履く必要ないんですけど、高い山行った時もそういったものが履けないんですよね。でいつもね、履けるのはだいたいシリオかね、ここに書いてあるモンベルとかね、これ日本人の足型をね、意識して作ってるメーカーしかダメなんですが、それでもやっぱりね、ギリギリの3はきついんですね。 4E っていうの、 4E っていうの、それしかダメなんだけど、これだから唯一履ける靴って少ないんですよね。でちょっとね、これモンベルの、やっぱり 4E のやつなんですけど、名前ちょっと忘れちゃったな。14,000-15,000円のモデルです。でしかもね、ローカット、ちょっと今日ぐらいの山だったら、今日はね、標高 500-600m の山なんですが、そんなにきつい登りもないし、ちょっとローカットのこのモデルでですね、今日下ろしたてなんで試しに登ってみたいと思います。トレイルグリッパーっていうね、なんかこの底がね、あんま滑んない工夫してあるみたいで、ちょっとこのフィーリングもですね、確かめていきたいと思います。しばらくね、泥道歩いてきて、このローカットのトレッキングシューズ、これね、ラップランドストライダーでしたのワイド、このぐちぐちの泥道どうなのかと、いうことなんですけど、非常に期待値以上の性能ですね。そういうふうに思わせてるのも、すごく幅広で履きやすいと、足の指が先端で動かすことができてですね、履き心地が気持ちいいってこともあるんですけど、このソールよくグリップしますね。濡れた岩とかはまだ踏む機会がないんであれですけど、現状ドロドロの道に関しましては、グリップもよく効いて滑らず、非常にいい感じです。ちょっと道がこんな風になってきて、やっと山登りらしくなってきました。今日あとはもう帰るだけなんで、下り一辺倒になるんですけど、これですね、ラップランドストライダーワイドだっけ、今日下ろしたての靴、非常にこのトレイルグリッパーっていうですね、ちょうどこの底がですね、いいですね。もう一つはね、こうローカットか、ローカットなので足首あたりどうかなと思ったんですけど、意外とですね、安定してますね。斜面をですね、トラバースするときってどうしてもですね、谷側の方にこうだんだん足がこう持ってかれてですね、グリップがいい靴ほどですね、足とグリップ足実際の足と靴底がですね、こう離れてっちゃうんですけど、これはですね、結構きつくそんな締めてないにもかかわらずですね、結構ずっと靴底がついてってくれる感じがするんで、出来がいいんでしょうね。出来がいいっていうのはね、剛性が高いんでしょうね。
それはもう履いてて分かります。普通のあのスニーカーとは全然違うっていうのがあります。やっぱりですね、剛性っていうのはあのこういう山行くと一番求められることで、あと本当にゴアテックスの威力っていうのはこういうローカットの靴でもですね、やっぱり発揮されてましたね。全然蒸れないですね。素晴らしいですね。まあそんなインプレです。